多いんじゃねえの本当に。お疲れ様です。さあ、お、来た。なんだ。起きろ起きろ起きろ。いや起きてるだろここは。いやみんな。テンション上げてこうぜ。ちょっとやっぱり久々のヨッピーの登場です。来た。プレちゃんのリーサルウェポン。リーサルです。希少希少。さあやばい。もう。コメ欄がとどまること知らねえ。湧きようが。こんぐらい、ちょっと、うん。あの、全開で行きましょうよ。そうですね。もう、お前は。だって、最高に面白い大会やってるじゃん。そうっすね。そうっすね。最高におもろい大会です。はい。何がしようだよ。ほんとやな。本物のフットボールを見せてくれよ、ポルトガル。ポルトガルは、あ、一応左だね。ポルトガル。そうっすね。濃い垂れ試合が見れるから。垂れ試合してくれんのかと、スコットランドが散っていた時にスヤスヤだった男。こんなってお前よく言うぜ、お前。申し訳ない。どの口が言うんだと、いう感じでございますけれども。伊藤は、スヤスヤ寝てます。はい。はい。もう起こす気力もないです。ちょっとターンオーバーでね。はい。もう本当に、まあ、今までがターンオーバーだったから。なるほど、ね。この夫人が俺らの本気モードだから。そうなんだ。そう、もう、うん。あいつはもう本当にずっとターンオーバーしてんだから。4、5年間。変形したか、ついにプレジャーも。もう変わりました。こっちが、ガチスカです。これがガチスカです。大丈夫かな。あ、やりやしい。やりやしい。隣が喋ってる。いや、隣が喋ってる。いや、さっきの、あの、配列隣喋ってなかったんで。なるほどね。うん、寝てたんで。ほぼ寝てたと思う。ほぼ寝てた。あ、え？どうした？さ、ジョージアはね、突破には勝利必要なんで。あれ？あれ？いやいや、そんなバカな。クバラッチエリアじゃない、これ。ナポリではその。おい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 、波乱のスタートよ、マジで。どうしたどうした。なんかすんげえ雑なパスミスだったな、今。マジで、泣けるぐらい雑なパスミスから、クバラッチエリア、冷静、うまいね、クバッチ。マジか。さあ、これでまたちょっと突破といろいろ変わってくるぞ。これでジョージアですね。現在3位に躍り出たんで、これ突破です。いきます、これ。あ、じゃあトルコ。いや、トルコもいける。ああ、そっか。こんな感じだね、今。ああ、うん。いや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 、これはちょっと。いや、クバラッチエリアうめえな。冷静だな、ここ。ちょっとびっくりするゴールが生まれました。下僕さん320円でございます。ヨップさん、ウガルテ欲しくないですか？あー、なんかパリの。あったね、ウガさ、アンカーかな？パリでそんなウガルテ出てるイメージないんだよな。そんなことないかな。なんか、スタメン確定っていうイメージはない。まあでも若いし、まあ値段次第って感じじゃない、うん、いいじゃないですか、やっぱ。まあ、やっぱアンカーよな。アンカーも大事よな、アンカーとシービー。うん、だからジョアン・ネブスが高すぎるみたいな感じらしい。高すぎる。ちょっとで1億オーバーでしょ？そうそうそう。1億1000、2000とかだもんね。さすがにちょっと高すぎるよな。で今ユナイテッドって噂上がってるなんか。まあセンターバック中心に。うん。まあだからフォワードとかもあるよね。ザークチ、ザークチーとか。ああ、ザークチー。まああと、まあボランチか。あとセンターバック。ケルケズとかもあったけどな。もうまあその、うん、フランスウェイトの第2砲は届いてないね。ああ、ないね。ないね。トディボとかね、なんか取れないらしいけどね。あ、そうなんだ。なんか、共同、あ、オーナー？あの、ラトクリフがさ、はいはいはい、ニースのオーナーじゃん。うん。で、ユナイテッドのオーナーでしょ。そうだね。プラスどっちも EL 出るから、それが、うん、ルール的に、ウェファで NG 食らってるみたいな。なるほどね。俺、よくわかんなかったんだけど、それが。なんでダメなのかが。で、なんかそれに抗議してるみたいな。あの、ルールねじ曲げりゃいいって。いいのか。言ってたよ。お隣さんから。なるほど。心強いやつでしょ。あ、おい！これ。見られたらまずくないですか？これは、見られたらまずくないですか、これ。まずまずっす。まずまず。これまずまず。あ。見られちゃいましたね、これは。チェックか。
チェックだろ、これは。得点トップ。3点目ってことか。3点目ですね、これ。決めたら。今大会トップ数値になります、これ。さあ、ラスト7ペナルティは全部成功。だポルトガルも一回さ、この決勝ラウンド行く前に PK をやっておくともでかいんじゃない？なるほど、体験しようっていう。そう。PK のこの雰囲気を。うわ読み分かったよね。コース読んでたけどね。うん。ああ、これはちょっともう。ああ。やっとだね。やっと始まったね。ロナウド劇場がね、今チャージ完了でしょ。チャージ完了。チャージ完了です。さあ、こっから行きます。キーパーポルトの、そうだね。ディオゴ・コスタ。ディオゴ・コスタでございます。まあ、ロナウド準備っす。ロナウドが今から決めます。でもコース、えぐいね、今のね。これ、得点ランキングトップか。トップ、3点目。3点目。だいたい5点ぐらいよな、こういう大会。そうだね。その昔、フランス人のフォンテーヌってのが、うん、ワールドカップ1回だけで13得点決めたっていう回だったんですよ。いつ？もう60年代ですね。60年代、うん、13？ そう、1大会で13ゴール決めた。そんなやばいやつがいましたけど。そんないいレジェンドがいたんだ。そう。ただ、もう、今そんなのは現れないっすよ。あ、ジョージア突破。おお、ジョージア勝った。すげえ喜びを。これそうだね、初出場でグループステージ突破だもんね。さあ、もうほとんど両方終わったかな、これは。トルコ2点目で。勝つ、ジョージアの試合はすげえな。いや、そんなことはさておき、タメ口ですよ。なんでそこ、なんでトルコ2点目です。はい、初出場で、ここ突破です。うわー、すごいいいな。すごいな、なんか。嬉しいだろう。雰囲気いいな、雰囲気。これはすげーわ。俺見てなかったけど、ダロト最後の方エグいの打って、俺ダッシュビリに止められたの。もちろん俺、チェコトルコ見てたかもしれない。え、ダロトが打ったのはあったよね。え、最後の方もう一本あったの？もう一本あったってことだ。いや、前半あったよね。うん。すげえの。最後も打ったの？ダロト。最後も打ったんだ。あ、そうなんだ。ああ。二本目もあったんだ。俺、輪郭わかんないですよ、これ。俺、手なかったことでしょ、これ。手消えるよ。もうカーテン買うんでしょ。カーテン買ってんの届かないのよ。なんで届かないんだよ。届かないんだよ。